日本北海道札幌市北区、麻生帝国製麻、ことに聖工場跡麻生は、北海道札幌市北区にある地名。麻生町のほか、新ことの東部、大ね北34条以北を合わせた地下鉄、麻生駅を中心とした地域の総称である。正式な読みは、麻生部であるが、東京の麻生部につられてか、しばしば、麻生部とご故障される。 北海道道277号こと2停車場、新こと2000、国道231号、及び札幌市道新こと24番線の3路線で囲まれた三角形の内側の地帯で、南側の1丁目から始まり、北側の9丁目までで終わる。もともとこの地域は新こと2番外地であったことから、麻生町には小中学校がなく、 新古都にとん連兵中隊本部隣の札幌市立新古都小学校札幌市立新古都中学校が校区である1891年からこの地で創業していた帝国製アサコトニ工場が化学繊維の普及を受け1957年10月31日をもって閉鎖された跡地は北海道住宅供給公社により 住宅団地として開発されることとなり、これに際して地名変更の相談を受けた最後の工場長である黒川治作が北海道の雨発祥地として浅野寺をの地の地名に残したいということで、麻生を提言し、住民920名の署名を持って市議会に請願。1958年9月の市議会定例会で地名変更を決定され、 翌1959年3月27日付、北海道広報で、告示1959年4月1日付で、正式に札幌市安尾町が誕生した。ありがとうございます。